はい、えー。皆さん、こんにちは。レック専任講師の横溝です。今回はですね、今からでも間に合う短期合格スケジュールというタイトルで、だいたい30分ぐらいですかね、えー、お話をさせていただきます、えー。どうぞ最後までお付き合いください。よろしくお願いします。 はい、えー。今回はまあ短期合格スケジュールというので、おおよそ4月ぐらいから勉強を始めて、今年の11月8日の試験に間に合わせるためには、どうしたらいいだろうかって、そういう話ですね。ぴったりだと4月2日からになるのかな。4月2日から11月8日で、あと本試験まで220日っていう、そういうような状態です。ですから、 まあ勉強を始めるタイミングがもうちょっと後になれば、もっと日数は少なくなりますよね。というところなんですね。ですので、あの基本的にあと200日ぐらいで、きちんと合格ラインに持っていくためにはどうしたらいいんだろうか。そういう話を今回はしていくと思ってください。まあ、勉強をすることができる期間も、もうん、半年ぐらいってことになるよね。4月から56。78。9。10。 まあ11月は実質あってないようなもんですからだから約半年で合格ラインに持っていかなければいけないんだということになるんですね。まあ、そのためには一体どうやって勉強したらいいだろうかうんやはりあの年内というかですね、まあ、2019年の頃から <laughs> 11月ぐらいかなそのぐらいから勉強している方もいる。 それから2020年に入ってからでも1月とか2月から勉強してる人もいる、ね。そういう人たちから比べればやや遅いのは確かなんですね。ややスタートが遅いのは確かです。ただ初めて勉強するというのであればやはりやらなきゃいけないことっていうのは基本的には一緒なんですよ。基本的にはやらなければいけないことは一緒で。ただそれを時間短く効率よく短期でぐっと突っ込まないといけない。 そこが早めに始めている人との大きな違いだということになるんだ、まあ、そんなイメージを、ねえー、持っていただいたらいいんじゃないかなと思います。でですね、まあ、これだけの短い期間でまずどうやってどの科目から勉強していったらいいのかというところなんだけれど、えーとまあ、お手元にもしパンフレットがあればね直接このパンフレットを見ていただければいいですし。 なければ前に移すのでその該当箇所のところを見ていただければそれでいいということになりますけれど、はい、こちらですねあの出題科目がずらっと並んでいるような表が載っております。 出題科目がずらっと並んでいる表ですねそちらが掲載されているものを前にししてみましたでこの中でやはりあの非常に限られた時間の中でね勉強していくということを考えるとやっぱり最も抑えなければいけない科目からまずきちんと抑えていくこれが何よりも大事だということになってくるんでしょうね。 で抑えなければいけない科目は何ですかそういうふうに言われたときにはです、ね、もう出題数と配点で評価するしかないんですよ、出題数と配点で評価をするんであれば、例えば、ここの、五種択一式と言われるところであればです、ね、あの法令科目が全部でこれ40代出るんですね、法令科目は、あ五子択一式のところは、これは。 40問出題されるというなうな計算になります40問出る中で見て頂い,いて分かるように行政法の19代というのはこれはものすごい出題比率を占めているということになりますよね。それれから民法の9台これも大きいですねで何よりもこの2つがまず重要ってことにはなるんだろうけれど実はあの行政法の理解をきちんとするためには 憲法が分かってないといいいけななととうののがあるから実ははここはワンセットなのよ憲法と行政法はワンセットでだからここは合体させて24台出るというそういうイメージですねだから憲法と行政法で24問で民法が9台ってこの2つがやはり何といっても試験対策上は重要だというふうに思っていただくといいですだまずこの3科目なんでしょうねまずこの3科目です えっと下のところに合格の3つのポイントというのが上がっていてまあこれはもう短期合格でも別に変わらない話なんだけどポイント1で民法と行政法の攻略に重点を置けというふうに言ってますがあの行政法とここで言っているのは憲法も込みですですから憲法と行政法両方ね。 ここは合体してきちんと攻略するということが重要だ,だメインの3科目に絞ってです、ね、これをしっかりと身につけていくということになるんでしょうあとはいつまでにこれやるのか、まあ、4月から学習をスタートするということを前提に考えるんであればですけれど、まあ、そうなると学習スケジュール的にはおそらくです、ね、この3科目をきちんと1回しっかり学習して えー、まあまあね、えー、さあ、ここからもう一度反復させるかなというような話にするための一つのデッドラインは、まあ、9月のお終わりということになりますかね、だか9月の19日ぐらいですか、あそこが一つのデッドラインになるかなということだと思ってくださいいい、まあ、月のの日ぐらいのところでだたい。 あの本試験まであと50日の過ごし方なんていうようなイベントが渋谷駅前本校なんかでも無料で行われて出題予想ですか重点論点の紹介というのをやるんですけれどそこまでに県民行が形になっているということはとても重要で4月からだったらだから5678って4ヶ月かけてそこまでをきちんと固める、ね。そして まあ8月ぐらいからはできれば一般知識の中の個人情報保護と文章理解の勉強も一緒にやっておく。ということなんでしょうね。いうことなんでしょうね。そして9月の19日で一通り県民業の勉強が終わったなっていう段階から後で例えば記述対策であるとかっていうところに手を出していく。もうミニマムにギュッと固めてやるしかないですから。商法法会社法のところは まあそれであと時間に余裕があればやるっていうそういうイメージになってしまうかなあの直前期にギュッと固めた形で、えー、いわゆる道場と言われるようなものがレックではあ毎年開催されます商法会社法道場だったら1回で終わるようなしかも通信講座のみっていうようなものが用意されていたりはしますだからもうそこでやるしかないねやるんだったらまああとは一般知識も 全2回で一般知識発展アップ道場というのが毎年行われます政治経済社会なんかはそこで勉強したことだけで対応するしかないでしょうねもう時間的にそれ以上手を広げてやるのは無理だってことになってくると思うまずはボリュームの一番でかい県民業をとにかく9月19日までにしっかり仕上げるっていうことこれが具体的な期限であり そして具体的な勉強の内容であるというふうに思ってください。でしっかり仕上げるって言いましたが初めて勉強する方なのでこの辺りはねあのレックの <laughs> 講座ということで言うのであればやはりなんだかんだ言いながらですね、えー、初めて勉強するんであればうーんこちらかな合格講座と言われるものが、まあ、一番よろしいのではないかとは思います。 えー、こちらのパンフレットの方にも出てくるけれど、まあ、合格講座、えー、パーフェクトコースと言われるものですねパンフレットの、えー、っとこれは19ページに載ってますがーパーフェクトコースと言われる全80回というような講座ですただ4月の段階でこれはなかなかしんどいという方もいらっしゃるかもしれないだからもしこれがしんどければ、えー、次にですね20ページの本になるんだけれど 20ページの方になるんですが、はい、少し入っているカリキュラムを軽くしたあ合格講座スタンダードコースとい,いうのがあります。だから、まあ、これが一番現実的かもしれません。ね、でこれだと要は合格講座ですねここが合格に必要な知識を基本的に、えー、インプットしていくような講座になります。 まあインプットはしていきますがインプットだけじゃないインプットって書いてあるけどインプットだけじゃないアウトプットも一緒にやってきますあの学習の効果的な方法ということでいうのであればやはりあのインプットをインプットだけでやるというのは非常に非効率なんですね非常に非効率であってそういったような学習の仕方というのはまあ私は進めてないです 一番こうやってはいけない勉強法ってこれいつ勉強を始めたかにかかわらずですねやはり最もやってはいけない勉強の仕方っていうのはインプットを完璧にしなければ問題は解いちゃいけないみたいな勉強の仕方ですね。ん,んかそんなのいつインプット完璧になんのって完璧って何をやったら完璧なのっていうことを逆にお聞きしたいっていうそういう話です。完璧になんて準備できるできて本試験に向かう人はいないのよ。 そんな人う絶対みんな何らかの形で、えー、少しあれもやっとけばよかったなと思いながらでもその段階でできる限りの最高の準備をして本試験に向かうっていうのがこれが受験生のおあるべき姿なんですよだから「完璧」って言葉は今今日からもうね辞書から消す辞書持ってるなら辞書の「完璧」ってとこ上からマジックで塗っちゃうもう見えないようにしちゃう,もうそのページ破っちゃってもいいやっていうイメージ。 完璧っていう言葉は忘れてください。そんなの無理だから。そうではない。最大限できることをしっかりやるっていう。そっちの方がより現実的な勉強の対策になるんだっていうことは、あちょっと意識はしときましょう。だ、それはある意味全科目を同じように全部同じように勉強ができれば、それは完璧かもしれないけど、そんなのは今から始めて無理です。だから一番拝点のでかいところ、一番点に繋がりやすいところをバッパッパッって潰していくしかない。 ということになりますで逆にそこを潰してドーンって本試験に向かえば合格ラインに到達できるとういうことは短期集中型で、えー、全く無理な話ではないということになるのねだから一つのやり方としてはまあ、それをやるためにはこの合格講座全64回これはまずしっかりとこなしていくということはまあ、必要になってくるのかなと思いますこれは 基本的には通信でっていうような話になってしまうだろうなとは思いますがあの通学であってもね通学であったとしてもですねまあ4月から勉強を始めてというような話だとするとうーんまあおおよその科目は例えば渋谷駅前本校だとこれは生講義で受けられるということにはなってますね。 ただ学校によってはちょっと厳しいところもあるかもしれません。だからあの教室に通うというようなことを考えている場合でも教室に通う場合とそれからウェブ d v d などで、えー、自宅で勉強するものとうまく分けながら両方をうまく活用しながらやっていくっていうのが一番おすすめになるのかなと思います。だからまずはあ合格講座のこのスタンダードコースと言われるもので この合格講座のインプットこれの県民業を先ほど言った大体9月の19日ぐらいまでに一通り終わらせるで授業を聞いた時に復習の仕方自体はですね、えー、これはあの授業の中でお話をしたやり方お話をしてこういうやり方でっていうのは科目ごとにお願いはしますからそのお願いした内容できちんと復習をしてそして、えー、本試験の問題 本試験の問題でどう出されているかっていうところの確認をするあの基本そこまでがワンセットなんですね。授業を聞いてその該当範囲、まあ、レックの合格講座の場合は復習ドリルっていうのがついてくるからその復習ドリルで該当範囲の問題をチェックしてその上でできなかったところをしっかりもう一度テキストに戻って確認し直す。そして 本試験の問題で出てるもの問題番号が実は講義録にきちんと番号だけもしくは問題もそのものも出てる場合もありますが掲載されてますで、授業の中で私がここが要チェック問題だぞってことは言っていくので私が要チェックだって言った選択肢は必ずその段階でチェックするあ授業で勉強したことがこういうふうに問題出てるんだなっていうのを必ずそこで確認するっていうことをやる。 それをやってくれているところまでが一通り終わっている状態ですね、プラス民法に関しては、これはできたらその復習ドリルだけではなくて、一通りその事業を受け終わった後にですね、まあ、あのレクのところで行政書士の取説問題集というのが出ているので、その行政書士の取説問題集、取説ってカタカナなんだけどね、取説問題集というのが出てますから。 よかったらそれ手に入れていただいてそこの民法の問題を一回やってみる。民法はもう習うより慣れろってところが大きいのでだからあそういった問題演習を一通り授業を受け終わった後にやってみるところまでが9月のの日までにででにきているのが理想です、ね、あの憲法行政法のところは先ほど言った復習ドリルをやってっていうその流れで別にいいけれど民法は それだけじゃなくて取説問題集の問題も一緒にやってみるというところまでがちゃんとできているかどうかここが重要だというふうに思ってください。で9月の終わりまでにそういった勉強がきちんとできているというのであればそこから先やはり記述対策というところも手を出していけるかなと思います。記述の,の勉強、まあ あ記述の勉強自体もですね例えばあのレックのところからは「えー、記述基礎力養成講座」と言われるようなものがあったりそれから「あの記述多子」の40字の問題集っていうのがレックの「デルジュン行政書士」シリーズの中にあるんですね。だからそういった問題集を上手に活用していただくっていうのも一ついい方法かなと思います。あの復復習習しながらすする時にですね まあ今言ったのはねこれなんだけどねってパンフレットにも載っているからちょっと写してみるけどこれこれこの「記述式対策」っていう40字記述式多子選択式問題集っていうのをちょっと買っといてこれを合格講座の復習の際にまあ該当箇所のですねえまあ論点に関わる問題が載ってたらまあ一緒にちょっと見てみる。だかからら文章にしなくてもいいから あーとりあえずこれ何を聞いてるんだろうっていうのが分かるかなっていうのをね一回確認してみるっていうのはとても重要です。まあ、40字記述式式多選択式問題集というのを手に入れておいて、まあ、それをやってみるといいです。あの記述の対策というところをずいぶん心配する人がいるんだけれど、まあ、はっきり言うと「記述対策」っていうことで特化した勉強法は特にないんですよ。というのも行政法の記述の問題は 基本的に卓一多種選択で過去に出たところからしか出てないです。だから多種選択卓一の対策がきちんとできていれば大体書けるの。書けないのはそれができてないからです。それから民法に関してもベースの知識がなかったらああさあ書いてごらんって言われても書けるわけがないんですね。だから書き方を学ぶんではなくて書くべき内容をまずちゃんと自分で把握するってところからスタートしないといけないから。 だただあの記述の問題っていうのは択一の問題と違って自分で考えなきゃいけないでしょ自分で考えて、えー、こういう話なのかなっていろいろ導き出してみるっていう勉強はとても有効なんですよ。それはこの記述式問題集を復習の際に一緒に導入してやってもらうことで自然とできますから。で記述の対策もしてる気になるからこれはとてもいいんですよ。 そしてあの9月の19日以降のところで「あの記述60問解きまくり講座」っていう講座があります。記述60問解きまくり講座という講座があるので、まあ、そちらを活用していただくと昨年の行政法の問題もそこから出てるからだからそれを活用して、えー、最終的な調整を図っていくということをやっていただいたらいいんじゃないのというそういうお話なんですね。と、まあ、とにかく月月ののの下旬9月の19 20日以降のところは まいつから勉強を始めた人であれ、そこまでに今言ったようなことを終えて、そこからが用意どんで本当の勝負なんです。だから実際の勝負のための土俵に当たるため上がるためのね、えー、勉強の準備期間っていうのがあ9月の19日までのところで設定されているっていうそういうイメージだと思ってください。そこの準備のために土俵にね上がるための準備のための勉強時間これを どのくらい皆さんが用意できこれ4月から始めたとしてもまあもうちょっと早く3月からやる方もご覧になっているかなでも多分この動画がリリースされるということを考えてそこでご覧になって勉強を具体的に始めるってなったらおそらく4月でしょうね4月から勉強するというのであれば少し負荷はかけなきゃいけないです,ですけれどまあそんなにまだ焦ってやる必要はないんだっていうことを今日のねお話で 理解していただいたらいいのかなと思いますこれがあの4月ではなくもっと遅いっていう話になってくる場合もあるかもしれませんまあまだ特に告知は出ていないけれど昨年もやって非常に好評だったんですけどね例えば1回インプットしたことある人とかだと合格講座をわざわざ受けるのはちょっとまどろっこしいねって人もいるかもしれませんそういう方のために本当に直前期まあ スタートが4月ぐらいから始める方を念頭に置いてですねでそれで事、えー、業を進めていくというようなこれはもう通信限定の講座になりますがあの 60, 60時間超速マスター講座というこれは昨年からスタートしてますけれど私が担当している60時間超速マスター講座というのもあります。 おそらくこの動画がリリースされている頃には告知が出てるんじゃないかと思いますが60時間超速マスター講座これもインプットとアウトプットをうまく組み合わせて60時間で県民業あと個人情報保護だけやる他はやらない他は勉強したければいわゆる道場シリーズっていうところで商法会社法4点アップ道場とか一般知識も一般知識8点アップ道場とかそういうものをうまく使いながらやっていく。 やっていっていいいただくととううことになるんでしょうねその本体の60時間超速マスター講座ではあくまでも先ほどから話している一番大事なところだけをうわっと60時間でインプットアウトプットを含めてやってその上でそこから先の実践的な学習ができるようにっていうそんなことを狙った講座もまたあります。 だから今、パンフレットに載ってるのは合格講座だけだから合格講座のスタンダードコースをね受けたらいいんじゃないって話はしましたがこれは本当に全く初めてやる人向けのものなのであの一度インプットしたことがあってちょっとね、もうそれはちょっとっていう方はもしくは去年まで他の予備校さんで勉強しててうんね今回スタートが遅れちゃって4月ぐらいから勉強することになりそうなんだよねっていう方とかそういった方々に関しては60時間超速マスター講座というのはおすすめ。 ですおすすすめですなので是非この60時間超速マスター講座なんかもねまあいつ勉強を始めるかよりは、まあ、いつ勉強を始めるかっていうのはねもちろんそれはあの負荷のかかり方っていうところで、えー、早い方がまあ楽だっていうのはあるかもしれませんけれどでも合格のために大事なことはいつ勉強を始めるかじゃないんです。 どう勉強するかなんですねあと時々そういうことを言う人がいるからまあ合わせてついでに言っとくと法律の文章はねなんか文章が長くて無味感想で何か読んでてもつまんないなんていうことをおっしゃる方がいらっしゃるけれどまあそういうもんですからねそれしょうがないよねあの。そういうもんですよ。 ある意味その文章をきちんと読み解いて答えを引っ張り出すことができるようにならなければいけないんであってそこに文句言ってもしょうがないよねっていう話ですそこに文句言ってもしょうがないんですよきちんとそう条文なら条文の内容を把握して自分なりに理解してえそして思い出せるようにするっていうことを努力していかなければいけないんであって、えー、それが条文が無味感想だからつまらないって文句言ったってそこの条文から試験出るんだからしょうがないでしょっていう。 そそういうういいいい話にもなななるんですのの意識っっててはやっぱ変えていかなきゃいけないよねただ、まあ、短期間でやろうということで今この動画をご覧になっているはずなのでより一層割り切ってこれはしっかりと学ぶべきところをスポット絞って勉強していく <laughs> っていうことはねやっぱり必要になるのかなということなんですね。 はいというので、えー、ぜひですね、まあ、今からでも間に合う短期合格スケジュールというので、まあ、ま,あまた9月の終わりぐらいにはあと50日の過ごし方で、えー、ですからここから勉強を始めていらっしゃるんであればそこでお会いしましょうそしたら直前期そこから先どうしたらいいかって話はそちらでねまたできるんじゃないかなと思いますですので、えー、そこまでに、えー、今お願いをしたあ、まあ、4月1日ぐらいから勉強を始めたんであればあそこから憲法民法行政法を 合格講座でいくか60時間超速マスター講座でいくかは別にしてどちらかを使いながらですね、えー、上手に、えー、学んでいっていただくとよいのかなということではありますね。はい、えー、というので、えーまあ、まあ4月から学習をスタートして、えー、いかに間に合わせるかということの一つのヒントをね今回はお話ししてみました。ぜひのの講座をでですね活用してていいいいただいて、えー、短期間ながら効率のいい勉強でガッと合格ラインに 自分を引き上げるということを実現していただけたらなというふうに思っておりますはい、本日は最後までお聞きいただきましてありがとうございましたこのあたりで終了ということにしましょうお疲れ様でした